激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、今回なんですけども東京池尻大橋にあるダイダイさんにお邪魔しております。ここにはですね地獄谷麻婆豆腐と言われる、ね、名物の辛い麻婆豆腐があります。で今回ですね、お店の最高記録50辛があるんですけども、最高記録を打ち出すために60辛に今回挑戦していきたいと思います。はい、それでは早速ですね行った人の感想をちょっと見ていきたいかなと思うんですけども、まず1人目池尻大橋のダイダイ、ここの、まあ、地獄谷麻婆豆腐はかなり辛いが美味しいですと。確かに、まあ旨味も感じつつ辛さも感じるといった感じでしょうか。うん。そして2人目、そういや先週末に池尻のダイダイで地獄谷麻婆豆腐食べたんだ、殺人的な辛さといった感じで、いろいろと、情報が上がっておりますけど、まあこれ食べてみないとどれぐらいの辛さかちょっとわからないということで、ね、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。早速中入ったのもありました。店内ですね、非常に落ち着いた、天気じゃないや雰囲気になっています。麻婆餃子とか麻婆春雨、ね、エビチリやらやらとこういった感じですね。あと晩酌セットって言ってね、なんかお酒となんか麺がついてくるような、そういったちょい飲みもできるお店なのでね。はい、今日も60から頼んだので、ね、あとは待つのみということで楽しみでございます。むしゃぶるいしております。うわ、オッケー、うわ、すごい、うわ、いただきます。さあ、ダイダイさんの地獄谷麻婆豆腐60からお手並み拝見です。地獄に突き落としたのかい。もうすごい、卵が全然崩れない。ほら、うわ、すごい。そしてね、うわ、うわ、暑いから余計辛さが増してきます。これ基本的にちょっと長期戦になりそうなんで、これによそえばいいんだ。美味しいですね、これ。もちろん辛いですけど、蓋を冷ます作戦でいきましょう。これは結構時間かかりそうだ。ここってあれなんですか、中華居酒屋なんですか。はい、そうです。中華居酒屋、はい、うん、あ、なるほど。あ、これなんかこれ本当一人前かと思うぐらい量が多い。地獄の谷に落とされたかのように全身の毛穴から汗が噴き出してきました。あら、辛
辛いのか痛いのかちょっとよくわかんない感覚になってます。このお店の一番人気のメニューって何なんですか？これです。あ、これが一番人気、はい、おー、なるほど。表の看板に出てる通り、この地獄谷麻婆豆腐が一番人気ってことだ。男一人でもこれ食い切れるかっていう感じですか？それぐらいのボリュームです。普通のお店の 2.5 人前ぐらいの量かなと思います。ちなみにあの地獄谷の麻婆チャーハンの麻婆ってこれがかかってるんですか？ちょっと違う、あのちょっと違う、上はこれの感じ、下はあのドラムチャーハン、辛いチャーハン、下はあの普通のサイズの麻婆豆腐四角切って、はい、あの普通の麻婆豆腐上かけて、あの上同じ、ああ唐辛子と麻婆豆腐、あれなるほど。お腹いっぱいで全然頭ないレベル発表していきましょう。大体さんの地獄谷麻婆豆腐、60から辛さレベル10、辛さレベル 7.5 です。いやー、非常にこのハバネロを使ったこの辛みが非常にこの口の中をバンとこう刺激し、あとでなおかつこの山椒ホワジャオのしびれの効いた、メニューでした。でしかしね、これしっかりこう素材本来の旨味が、この具材に染みてね、このスープと一緒にご飯が欲しくなる一品でございます。しかしね、これ一人前とはいえものすごく量が多かったです。本当にね、これね、食べきるのに時間がかかりました。もう1時間以上これかけてやっと食べ終えてました。本当にもう自分の顔ぐらいあるような大きさです。これはきつかった。まさにもう地獄のような気分を味わった、一品でございます。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログも、更新しますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。